ステージの準備が、もうすぐ整うところでございます。次のステージプログラムのご紹介を少しさせていただきます。続きましてですね、イスコン大阪の皆様で伝統楽器と賛歌を披露してくださいます。ラジャーさん、こちら見ますと、日本でいうみこしみたいな形に見えるんですけど、ヒンディで言うとラテアテラですね。はい、まあ、like Japanese みこし。みこし、日本でいうみこしみたいなものですか。そうそうそう、みんな、はい、これはまあちっちゃいし、まあ、インド行くと、まあ、ウリッシャですね、プリーナ。で、めっちゃ大きいですね。大きいですね。何百何メーター、1000ぐらい、人がロープあって、すごい引っ張る。はい、めっちゃ有名。じゃあ今日はインディアメラ用に、ね、ご用意していただいたのかもしれないですけれども。はい、絶対ぜひ見てくださいよ。はい、日本ではね、みこしといえば肩に担ぎますよね。はい、肩なくて、まあ、大きいですね。はい、大きいからロープで引っ張る。はい、ロープで引っ張るんですね。そうそうそう、大人数でみんなで。男の人だけでですか。もちろん。あ、そうなんですね。男性で、はい、引っ張るんですね。そう、皆さん、please watch. Please watch, be carefulえ、皆さん、イスコン大阪と申します。本日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。今日ここに出ております御神体なんですけれども、一番右がクリシュナ神です。で、右側の白い方がバララームです。真ん中の黄色い方がスバドラ神ですね。皆さん、クリシュナってご存知な方、ね、で、一番右がクリシュナ神になっております。で、これはジャガンナッタプーリっていうところで毎年6月ぐらいに行われるお祭りの再現を、今日ここインドのお祭りに乗じましてさせていただこうということで企画させていただきました。で、せっかくの機会ですんで、皆さんこの御神体にお一人ずつ花を捧げていただきたいと思いますんで、バジャンという音楽が始まりましたら、そちらの右手の方からですね、エアインディアの看板がある裏手の方から舞台に上がっていただけますんで、皆さんお花をお取りになって直接御神体に捧げてください。ものすごいご利益がありますので、ぜひ知ってくださいね。じゃあ始めさせていただきたいと思います。
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
おおなんか。